浅野幸太は日本の男子ソフトボール選手。身長190センチメートル体重85キログラム。右投げ右打ち。ホンダエンジニアリングソフトボール部所属。ポジションは当主。愛知県名古屋市出身。高校入学前は野球部に所属し、小学校時代は外野手、中学校時代は内野手だった。中学卒業後中部大学第一高等学校に、 進学、入学時の担任教師の勧めもありソフトボール部に入部、長身で長い手足だったことから1年生から当手に抜擢された。3年時に全国高等学校ソフトボール選抜大会に出場し1回戦の山形県立南洋高等学校戦で当時の高校史上最速、球速マックス 123km を記録し一躍注目を浴びた。 その後インターハイにも出場したが優勝することはできなかった。高校卒業後、ホンダエンジニアリングソフトボール部に入部。2013年に日本ソフトボールリーグ、最多勝利投手賞、最高主君選手賞を獲得。2017年に日本ソフトボールリーグ最優秀、投手賞、ベストナイン賞を獲得。最多勝利投手賞、1回最高主君選手賞、1回、 最優秀投手賞1回ベストナイン賞投手1回ありがとうございます。